日本兵庫県神戸市東灘区、江南町江南本通り商店街江南町は、兵庫県神戸市東灘区の町名。現行行政地名は、江南町1丁目から江南町5丁目。平成17年国勢調査における、世帯数は2563、人口5111で内男性2443人、女性2668人。 郵便番号658-0084。国道2号以南の旧元山村域と旧魚崎町域の最北部を合わせた区域。東からに一丁目から5丁目が廃される。北と北東は国道2号線を挟んで田中町。東と東南は本山南町。南の天上川伊勢は魚崎北町。西は住吉川を挟んで住吉東町。 昭和45年6月1日に、本山町田中寺平田が1丁目、天井側を越えて、道座町の裏、松本、高田、下高田が2丁目、道座松本、高田と、道町の寄屋座高田と、魚崎町横屋畑内田が3丁目、本山町田中寺六丹田、石田と、道町の寄り七つ塚、池の本、東王館の下と、 ウ崎町横江あざ内田が4丁目、元山町の寄屋在家の本と、ウ崎町横江あざ内田が5丁目として、町名変更と住居表示を同時に実施した。東名二25年には、昭和27年3月31日に、本山町田中寺あざ町の裏、矢部の内及び道町岡本あざ町の裏を合わせて、田中町あざ町裏とあるがこの字の消息は、書かれていない。 新神戸の町名には、給仕として町の裏を挙げているので混同ないし、解明があったと考えられる。ありがとうございます。